水曜日つぐまさが行くのコーナーです。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ早速ですが今日のテーマ、はい、肥前夢街道集客の秘訣、〇〇〇とコラボ飯というテーマでお届けするんですけどもね、来週末ですね、嬉野温泉忍者フェスタというイベントが開催されまして、で今回で4回目なんですけども、ね、はい、前回のイベントで、嬉野にはもう忍者がいるということをもういろんな方に認定されまして、コラボも確実に言っていいと、実在した、実在したと。で次の段階を考えたときに、じゃあこの嬉野に忍者がいたという事実をいかにいろんな人に知っていただいて、それをまあ集客にどうつなげていくか、もう次の段階に入ったわけですね、町おこしにつなげていくか、観光客を呼び込むか、そこにおいて考えたのが忍者グルメと。忍者グルメ、はい、そのまあ忍者にちなんだ何かそういうね、まあ、忍者とグルメっていう響きがまあなんかちょっと変なことになりますけど、ね、でもグルメには人はねよく来ますからね、そうなんですよ、ただ忍者グルメってなんか煙がボーンと出て消えるとかなんかそんなグルメなんですちょっとそれいいアイデアかもしれないドローンしちゃうみたいなドローンしちゃうわかんないけど、はい、でまあ、そこでその忍者グルメをまあ作るにあたって〇〇〇っていうのはまあハチプレファミリーの誰か、誰かの名前って言ってましたね、名前これ〇〇〇ですか、3文字、わしお、はい、わしお、わしお、わしおはちょっと、まだ任せられないんだ、まだ名前的に弱いかな、いや弱い、ね、ということで、じゃあ一体誰なのかというところも含めて VTR ご覧ください。たびたびありがとうございます。インバウンドとかね、はいはい、結構嬉野の方マスカナもそうですけど、だいぶこう盛り上がってきてるって話は聞くんですけども、そうですね、もうかなりやっぱり外国の方ばっかりですね、はい、ばっかりと言っていいくらい増えてきてると、そう、開発者っていうのはこう誰にお願いしたんですか。ボビーさんにちょっとお願いしてます。おいボビーかい。ボビー像でございます。ボビー像じゃねえ、忍者から一番遠くないですか。忍者はそうかもしれないけど外国人ばっかり聞いたんじゃないですか。なるほど、外国人という分野だったら詳しいんですよ実は。詳しいじゃないですか、まんまだから。ということでじゃあ今日は、まあ、その実際に開発を進めていくということで、はい、よろしいでしょうか。はい、どちらの方で、あ、じゃあ中の方で、中の方で、はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きますか一緒に。え、じゃあ行きましょうか。置いてっていいですよ。そうはい、忍者と嬉野、はい、この2つを考えた上で何を作っていこうかというところですよね。はい、はい、まあ、でもやっぱり忍者と嬉野って言ったらハンバーガーですよね。やっぱりね、誰しもがね一番最初に思わねえわ。ちょっと待って、ハンバーガー、外国人にあの、まあ、美味しく食べていただける、うん、で手軽に食べれる、うん、B 級グルメ、あの忍者たちが、まあ、いつでも動けるように、うん、簡単にあの持っていけるものとか手で手軽に食べれるもので、その辺のいわゆる忍者のニュアンスも考えたら、はい、割とハンバーガーっていうのは冗談抜きに本当にこうアイデアとしては面白い、うん、外国人観光客もターゲットにするということでハンバーガーに決定。嬉野と忍者の要素も入れていきましょう。なんか目の前にいろいろ並んでいますけども、はい、まず嬉野の食材ですね、はあ、これがあの温泉湯豆腐にも使ってる、あの塩田の福豊という大豆ですね、嬉野茶です、これが嬉野の食材になります。今度こちらはですね、その忍者が食していたとされる、まあ、あの兵糧丸というものがあるんですけど、兵糧丸、はいはい、山芋、朝鮮人参使ってたんですけど、はい、人参は同じ栄養も入ってますし、うん、同じような効果があるんですよね。砂糖、はい、やっぱ糖分入ってエネルギーが出やすいとか、うん、お酢、もち米、はいはい、これらがもともと兵糧丸に使われていた食材なんです。忍者らしさを出すために兵糧丸で使われていた食材を入れることに。これで忍者バーガーと呼んでいいものなのか。以前つぐまさが行くにも出演していただきました忍者学の第一人者、三重大学の山田裕二さんに聞いてみましょう。
砂糖と人参と山芋、お酢、もち米、そして大豆を使ってるんですけど、それぐらい使ってたら、まあ兵糧丸に近い作りと認定していただけたりしますか？ああ、そうですね。それくらい同じようなものが入っていれば、兵糧丸を元にして作ったバーガーと認定しております。はい、ということで、先生にお墨付きをいただいたとなると、これもう、格が上がったというか。やりましょうよ。作りましょう。やりましょうよって俺は何もしないですけど。じゃあもうここでボビーズキッチンでもやっていいんですか？おぉ、Let's get started! クッキングタイムです、はい、さあ、今日は主に3つの作業なんですが、うん、ソース作り、うん、パティ作り、うん、そしてトッピング。トッピング、はい、うん、まずソースからいきたいと思うんですけど、はい、嬉野茶の佃煮ソース、うん、あー、いい色。佐賀県産の海苔の佃煮です。あ、いいね。これを嬉野茶で溶かします。はい、はい、鶏ガラスープが入ります。はい、これ砂糖入りますよ。はい、砂糖の量はどれくらいでしょうか？小さじ1です。小さじ1。これはでも本当香りが立ってきましたね。うれしの茶の風味も、うん、わかりますよね。お茶の風味とあと海苔の香り、はい、でちょっととろみつけます。水溶き片栗粉、そしてとろみが出てきた。でもソース作りはここまでですよ。はい、じゃ今度パティちょっと作っていきますが、これは山芋、はい、兵糧丸に実際に山芋も使われてたんですよね。で、塩田町の福豊、はい、大豆の水煮のミキサーにかけていくと、はい、合いびき肉 300g 入りました、はい、で、肉もちょっとこねますが、ちょっと粘りが出るまでは、あ、ブラックペッパー適量いきます。山芋と大豆を、もう一つ兵糧丸に使われていた食材もパティの中にも入ります。もち米の 100g。 パティにもち米入れるんだ。それを入れることによってどうなるんですか？肉のその肉汁、うん、ちょっと吸収されたりしてふわっと焼き上がることもあるんです。一緒に混ぜ込みます。あ、もうこれは手で混ぜるんだ。はい、はい、専務、はい、この中に卵1個割ってもらってもいいですか？卵、はいはい、カメラに向かって、カメラが見たいとこなんですよ、ここ。いきます。ほい、うおー、片手で。すごい。でもなんで卵はそんな上手に固まってるの？俺マックで働いてたんだよ。そうだった。全部マックで働いてたんです。マックも 何年か前に忍者バーガー出したんじゃないですか？実はパクリですか、これ？違う違う、そこからアイディアをみたいな。違う違う。さあ、これを形にして焼くんですけど、その前にトッピングも作ります。人参のわさびマヨスローを作ります。お、わさび。それもまた外国人が分かりやすい日本らしさ、うん、普通はだからマスタードとかなら分かるけど、 そこをあえて、まあ、そのわさびのそのツンとくる辛さを、うん、弱まろやかにする、まろやかにする効果もあります。マヨネーズ大さじ3です。お砂糖、あ、ここに砂糖が入るんだ。酢はそれこそね、疲労回復につながるって言いますもんね、はい、人参の甘みもあるから、うん、OK。 あとはパティを焼いて組み合わせていくだけなんですよ、うん、じゃあパティを焼きましょう。試しに採用するしない別にして、うん、ちょっと手裏剣っぽくさ。おお、あ、いい、すこぶるいい。ほら、手裏剣バーガー。おーおー、あ、うわ、いいじゃん。バーガーに欠かせないもの一つ、まだ多分中島さん見てないものあると思うんですよ。あ、これ、はい、あ、ちょっといいですか？何これ、何この色。木炭を入れてるみたいな。炭入れてるんですか？炭も忍者が解毒で使ってたみたいですね。バンズに塗って、はい、でさらにソースをかける。で、ここで割とたっぷりめに乗りますね。あ、色が鮮やかでいいかも、はい、さあ、佐賀忍者バーガーの完成。嬉野の食材に忍者が食べていたとされる兵糧丸を組み合わせた嬉野ならではのご当地バーガーです。
ということでいよいよ試食、はいはい、いただきます。いただきます。おいしい、おいしいですね、おいしい、おお、うん、忍者っぽいですざっくり言っちゃった忍者っぽい。いただきます。ソースいい和風照り焼きみたいな感じがして、うん、とろみがいい。バンズいいですね。塩味というか、なんだろうな、この独特の風味、うん、あ、おいしいよ。ダディーチ、ダディーチ。ただただ親子がじゃれ合ってるね食べられるんですか。あ、何中食べ方ですか。美味しいです美味しい、美味しいです。味も良しで、うん、嬉野の要素もいっぱい入ってて、もうこれはぜひぜひ、うん、あの早くお披露目したいなと思います。嬉野のアピールにもなるし、その忍者っていう部分のアピールにもなりますもんね。こういう、あ、ちょっと、ね、忍者に好評でしたよね。どこにもないものができましたね、まさに。僕も正直、うん、あのボビーを疑ってましたけど確かにね、ちょっと想像つかないもん。うまくまとめてきましたね、やっぱさすがにね。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかったです。あの、まあまあ、多分ハンバーガーとかと僕もいろいろ食べてきましたけど、うん、なかなか味わったことないけど、飽きをてらいすぎてないです、はい、あのソースが美味しかったです。本当照り焼きハンバーガーとかにニュアンスは近いかもですね。でも海苔とかお茶とか入ってましたよ。入ってます。美味しい、美味しいんです。すごい。そこの多分まとめ方とかが上手なんでしょうね。バービー、海苔とかお茶とか、うん、もう正直に言います僕は、うん、食べた時はお茶の存在はそんなに分かんないです。あ、そうなんだ。多分隠し味、あとこのわさびの使い方も、はい、あのカラーっとは来ないです。でもわさびの味がするなっていう、絶妙な加減なんですね。さすがボビー。そうなんです。でイベントの本番ではこの色鮮やかにしたいので、はい、うん、ベビーリーフも入れる予定。あ、緑、ちょっと緑を加える、ね、あ、黒っぽいからね。そうなんです、ね、うん、でプラスあの、まあ、僕の提案なんですけども、はい、手裏剣型にこの中のこのハンバーグの部分を、さっき、ね、焼いてましたよね。いいでしょ、あれ忍者にぴったりじゃないですか。そうで、ちょっとパカッて開けて、それ写真撮ってもらって、それで SNS で拡散してもらったら、どん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 それも PR につながるじゃないですか。ただこれ制作サイドが結構渋ってまして、当日先着150食150個これやるんですかと、手裏剣型に形がね、やるんですかと。大量に作る場合はかなりこう手間がかかるんですね。あれね、型を作ったら手裏剣の型、うん、それも言ったんですよ、うん、まあそれもちょっと渋ってましたね。渋ってたまあでもこれはもう本番どうなるか、採用されているのかどうなのかっていうのは楽しみにしていただくというところですけどもね、うん、ということでですね、第4回嬉野温泉忍者フェスタがこれ2月23日24日に開催される中、はい、今日紹介した嬉野忍者グルメ開発トークショー&無料試写会、試食会がですね、はい、2月の24日日曜日の午前11時15分から午後1時まで、会場は嬉野市体育館となっております。はい、でトークショーということで、はい、ボビーと、はい、その三重大学の山田先生、あの電話インタビューをした、はいはい、でそこに MC として、はい、つぐませが加わります。昨年に引き続きまして、忍者といえばになってきましたねそうなんですよ本当に僕、忍者検定資格取ろうかなってちょっと考えてるぐらいですけどね、はい、ということでですね、うん、整理券配布が11時からとなっておりまして、先着150食限定の無料となっております。いいですね。他にもなんかイベントも盛りだくさんになっておりますし、もうひいき目なしに美味しいです、うん、でこれがやっぱり僕はそういうことの取り組みをきっかけに、うん、嬉野の PR、うん、夢街道の PR につながっていって、それが嬉野の盛り上がるにね、地域おこしにね、そうなんですよ、役立つといいですね、いいなと思います。でちなみにあの佐賀忍者バーガーとずっと言っておりますけれども、うん、これ正式名称、そしてラッピングなどもこだわっておりますので、うん、その辺も含めてちょっとぜひとも会場に足を運んでいただいて、はい、なんか楽しんでいただけたらなというふうに思います。ということで以上、つぐまさがゆくでした。